どうも、翼です。怒涛の介護士、家賃補助3万円の給料対国家公務員10年選手の給料について語ります。ただいまね、給与明細書を集めたものを再生リストに並べてますので、動画説明欄からよければおたどりくださいませ。ではいきます。こちらが怒涛の介護士の、家賃補助3万円の給料ですね。はい、雇用保険が1500円、所得税かな、6万8千円も取られてるのかな、まあ、よう分からんけど。総支給額が25万2899円ですね。排除金額が3万6000円で、差し引き支給額が28万8000なんぼかな。まあ、なんか増えてますね。よう分からんけど。はい。次が国家公務員10年選手の給料ですね。はい。総支給額が32万1814円。現金支給額は17万1414円ですね。まあ、こんな感じで引かれまして。はい、介護職の給料、28万8000円対、国家公務員の給料が、17万1000円ですね。はい、終わります。